こちらマネーロンダリングですね。で、マネーロンダリングとかっていうと、うわ、なんかこいつやっぱうさんくさいよみたいな、マナブってやつやっぱ詐欺師だったのかみたいな、マネーロンダリングしてんのかみたいな、まあ言われそうなんですけど、まあ僕は全然マネーロンダリングしてませんし、あとこの著者ですね、マネーロンダリングを書いている立花明さんっていう方は、この本っていうのはフィクションで書いているので、まあだから現実世界のマネーロンダリングの方法が解説されているわけではありません。じゃあこの本から何が学べるかっていうと、やっぱりかっこいい暮らしを学べるんですね。で、ここに関しては僕のほんと超主観的な、僕の個人的な話になっちゃいます。で、あくまでこれ僕の考えなんですけど、僕は昔から結構こう海外を行き来する生活っていうのを憧れていて、で、プラスアルファで、なんかかっこいい社会的な信用のある仕事っていうのを、まぁちょっと怪しい人というか、まぁ個人で何かビジネスをやってる人みたいな、まぁそういう生き方になんとなくなぜか憧れていたんですね。で、プラスアルファでこの、マネーロンダリングっていう本を読むと、その主人公っていうのは本当に何にも縛られていない人生を生きてるんですよ。ある程度の収入っていうのを持ってるんですけど、まぁただその収入っていうのをこう世界中に分散していたりとか、あと住む国っていうのをどんどんこう移動していったりとか。で、僕はこういった暮らしにもともとなんとなく憧れていて、この本を読んだ時に、あ、まさにこれだみたいな、なんていうんですか、未来の自分のロールモデルがちょっとイメージできたみたいな、まあそんな感じの本だったりするんですね。まあだからこういったライフスタイル系に関しては、今の時代だったら別に動画で Vlog とか見ればいいじゃないですかっていう、まあそういう意見もありそうなんですけど、まあただこの立花明さんっていう著者の方がいるんですけど、まあ僕立花明さん大ファンで、あの本は全て読みました。立花明さんめちゃくちゃ本いっぱい出してるんですけど、もう全部読んで、まあだからこそ言えるんですけど、立花明さんって世界中の税制とかめちゃくちゃ詳しかったりするんですね。だからこのマネーロンダリングっていう本を読むことによって、世界的な金融の知識、金融リテラシー全般、まあ、それを高めることができます。まあ、だから小説をただ楽しんで読むだけじゃなくて、プラスアルファで僕の場合は、あ、将来的に自分もこういう暮らししたいなっていう自分の理想図っていうのを思い浮かべながら、同時にその世界の金融知識も増やせるっていう、まあ、そんな感じでもう最高の本でした。で、僕この本好きすぎて多分合計で3回ぐらい読みました。まあそれぐらい最高の本ですね。